はい、どうもこんにちは。松井編集部の佐々木久夫です。そして、ミツアップのミコです。よっ、というわけで、始まりました、はい、テラバトル筋力攻略。はい、まあ、再三申し上げておりますように、iOS、Android 向けのゲーム。そうです。はい、テラバトルの情報を紹介していくと。はい。まあ、攻略についてますけど、いろんなネタをね、ことをやってきます。はい。提供していきたいなと思っております。はい、でですね、これ、撮影順的には前回ですね。そうですね。100連ガチャ。はい。100連ではないんですけど、まあ、ガチャ100回。100回。真実の件100回をやりーの。やりーの。それ皆さん、動画あるんで、そっち見ていただいて。ここら辺で URL、はい、やってきます、お届けした結果、新たな、僕に SS キャラクターなどが降臨しましたので、はい、私のおかげですそれをちょっとまあそうだね、ニーコちゃん、はい、私のおかげですか。それを育ててと。そうですね、はい、育てましょう。で、なんと都合のいいことにですね、はい、先日、あ、そうなんですよね、バージョンアップがありまして、メタルゾーンに関してちょっと調整とかいろいろ新しいことがあるので、そちらを紹介しつつ僕のクッパを育てたい。はい。わかりますか。メインはあくまで僕のググパチさんを育てるための動画です。動画です。自己満動画じゃないですか、もう。自己満っていうか、やりたいだけ。はい。いいのか。早速、ちょっと説明しますよ。はい。まずですね、闘技場のこのスペシャル。真ん中のやつ。で、ここにメタルゾーン1があったんですけど、なんと、今回、2と3が追加されました。ほうほうほう。だ推奨レベルが20から29、30から39。ほうほうほう。で、つまり、これはメタルゾーン2では、うん、30までレベルがあって、メタルゾーン3では40までレベルがあるほうほう。それ以上は経験値が入る。あ、そうですね。はい、いつも通り。っていう、まあ、皆さんもちょっと結構進んできてると思うので、うん、ここで、メタルゾーン好きな時に行きたいな、いい時に行ける。やつが、はい、でもレベル、これ、行くのにチケットですよ。そうですね、チケットをないといけないんですね。はい、いけないんですけど、全部1枚で全部1枚。そう、なんか、なんかちょっと、普通に考えると、なんか増えてきそうなイメージなんですけど、うん、全部1枚。全部1枚。はい、で、さらにですね、今までのメタルゾーンって、スタミナ消費したんです。あ、そうなんですね。そうです。なくなったってことですか。それがゼロになります。だからチケットだけでいきます。あ、なるほど。まあまあ、チケットも使ってスタミナも使うのはちょっとさすがにどうなのっていう意見を受けて、なるほど、じゃあもうスタミナはいいやって、いらねえやってなって、なしでっていう、息子岡さんがありがとうございます。前向きに検討していただいてるユーザーの声、もうありがとうございます、はい、というわけで、この素晴らしい、いつでも行けてスタミナも消費しない、まあ、チケットは、まあ、いろんなね、入手方法があるんですけど、まあ、例えばファミ通なんかですね、DLC でついてた。そうです、この前ついてた、はい。とか、そういういろいろ、そうですね、いろんな方法も配られると思うので、そちらを使っていただくと。はい。はい。でですね、メタルゾーンの中身をちょっと書いてるので、そちらをですね、じゃあ、この、見てください。なんか、ググバさんや、スオさんですね。そうですね。これを僕は育てたいと。育てていこうっていう。はい、まあ、むしろもうこの撮影の切り上げて行きたいぐらい。ひたすらやりてえと。はい。自分の席帰ってやりたいぐらい。やらせん。はい。で、まあじゃあこれ今回3いってみますよ。はい。まあ行ってみましょうと。いいですね。はい。来ました。はい。まずですね、すでにお気づきの方もいるかと思うんですけど、この、最初の行動まで2ターン多いですと1ターンっていうのがいいじゃないですか、うん、これ、うん、実は今まではメタルゾーン2以降は全部1ターン固定 で、 そうですね、でメタルゾーン1は2ターンってなってたんですけど、なんとですね、メタルゾーンの今回から、2以降5まで全部、うん、この、2が混じるようになった。ありがたい。そう、だから圧倒的に倒しやすくなった。いや、本当にいつも1のやつを
なんか一生懸命やろうとしてすぐファーって逃げちゃうんで、そうですね、でまとめてやろうとしてガーッと失敗したとかっていうのもあったと思うんですけど、これによりですね、あのまあじゃあ2年のやつは後回しだから確実に1年のやつは、うん、そうですね、2年のやつはちょっと後回し、要はあの経験値を得られるボーダーって平均値が格段に多分上がったと思う、うんうん、これはねもう本当まさに大丈夫なホット、本当にありがたいです、はい、ありがとうございます誰に味噌岡さん、はい、でですねもう一個これつあの出てきたんで説明します、この二もめちゃんですね、メタルランちゃん、メタルランちゃん、これあのゴールドランとメタルランキングと違うんですけど、なんとですね特進風力にっていうかスキルに浮遊があれなかったですよね、なかったです、あらららら、えってことはあのさっき頑張って手に入れたググバ先生の自信が効かなくなるってことですよね、多分ですねこのググバさん対策としてですね浮いたんじゃねえかと、あーなるほど、はい、まあ範囲魔法ってとかもうすごい範囲広いけど、うん、あの画面全体ではない、うん、そうですね、ただグーバーさんの自信はです、ね、画面全体にダメージを与えているですね、破格の技でしたね、衝撃、グーバーさんを使って使うとこう一家さんとウォーンってそう、うん、すごい育てるの大変ですよ、そこまで、ね、確かにそうですよね、うん、でもそういうのができたんで、まあ、それはちょっとなしかなっていうことになったんじゃないかと、なるほど、まあ、それは予想ですよ、うん、じゃあ一応それを踏まえて、別にやること変わらないですけど、まあそうですね、はい、僕は育てるで育てる場合に、まあ、これ今は魔法使いついてるんですけど、このググバとスオは全然こうこのゾーンで全然役に立たないので、この、まあ、いわゆる引率係ですね、お父さんとお母さんみたいですね、お父さんとお母さんでこうガシガシと焼き尽くしていくので、まあお父さんとお母さんですよね、おじいちゃんとか、まあほらもう圧倒的ですよ、でこういう時も今までは一旦だったから、うん、あのこれちょっと範囲間に合わないんじゃないかなとか、うん、固めねえぞって頑張ってもとかっていうのでもこうほらこれ全然今の説明とは違うことになりましたけど、そうですね、はい、このようにですね、非常にこう簡単というか、うん、あの範囲攻撃がはその特定のキャラクターしか持ってない、そうです、魔法系がこういう今僕やってるみたいな、僕ガチャガチャできるんですけど、その持ってない人でも倒せる、そうですね、倒しやすくなります、ね、チャンスが多いというよりも倒せますで、まあこのでもこれね動くは動くんですよ、だからひょひょい、そうそう、逃げるは逃げるんで、うん、こういうのはねもうちょっとこれ厳しいですね、逃げないで、逃げないで、ああそう、でもまだいるんですよ、だからこれもうかん、ほらナイス、ほら、まあね、よし、端っこに追い詰めるっていうのがポイントですかね、わかんないですけど確かに端っこにやっても一人一本は行きますからね、はい、レベルアップ、いやバリバリ上がっていくわ、いいな、まあでも2人とも SS なんで、ちょっとネクストリーテンションでは多いと、上がりにくいですね、はい、はい、という感じで、まあ、僕まだ引き続きこれいくんで、ちょっと今回はあのここまでバージョンアップによってメタルゾーンがすごく楽で、はい、まあ、楽ってことはイコール経験値を稼げるようになったの で、 そうです、ね、あのぜひ皆さんです、ね、あのこれ闘技場だけの話じゃなくて普通のメタルゾーンもそうなってるから、あのぜひ皆さん話をしてください、ね、チケットはなんかイベントとかね、そうですね、その時のために取っといてもでもどうしても今みたいに、あもうグーグル取るなって言って嬉しい、あげるよっていう時にはこうやってメタルチケットやっぱやった方がいいですね、それはね、そちらの方で遊びたい、今メタルゾーンで、すごいレベル上げられて、レベルが上がれば当然強くなって先に進みますから、ぜひぜひ、ね、ちょっと行ってみてくださいと、頑張れ、はい、というわけで今回はここまでです、はい、あ、そう、ちょ前回忘れそうになったんで今ちゃんと言いますけど、チャンネル登録あっちかこっちにあるんで
そう、どっちかそろそろ分かるんじゃない？多分あっちです、あっち。あっち側にあるんで、はい、登録してください。はい、よろしくお願いします。さよなら。